つみくん？私は大丈夫。ごめんなさい。ちょっと急いでたから。そんなことないよ。確かに子供の頃よく転ぶって周りから言われてたけど、小さい頃から一つのことに集中しちゃうとそれしか考えられなくなっちゃって、それで今みたいに急いでると人とぶつかったり転んだりするの。恥ずかしいから誰にも言わないでね。それじゃあ私、生徒会室に呼ばれてるからそろそろ行くね。ありがとう、厚木くん。厚木くん、今日も手伝いに来てくれたの？ごめんね、いつの間にか厚木くんを巻き込んじゃって。ありがとう、厚木くん。手際いいなって思って。だって私が1枚やってる間にもう3枚も終わってるんだもん。私は一生懸命やってやっとこれだもん。厚木くんに手伝ってもらえなかったら全然終わらなかったわ。かじゃなくてほんと助かったよ。こっちもちょうど終わったよ。女子もバスケットボールが一番多かったみたい。使うのは無理だからどっちかの変更になると思う。え、私はスポーツ苦手だからどっちでもいいかな。あ、でも男子のバスケットなら。なんでもない。今日も遅くまで付き合ってもらってごめんね。一つ一つ宛名を書いて封筒に入れる作業だよ。ありがとう、厚木くん。それじゃあ私まだ用事が残ってるからここで。何？厚木くん。え？それは。温室でね、私園芸部を掛け持ちしてて帰りに温室でお花のお世話をしてるの。部といっても私一人しかいないんだけど、うん、それじゃあ私閉門までにお花のお世話しなきゃいけないからこれで。うん、ありがとう。じゃあまた明日学校で。もしもし、せいや？せっかく電話してあげたのに、なんだはないでしょう。あ、もしかしてガールフレンドからの電話って思った？この間北見さんのお母さんと会ったんだけど、そしたらさっちゃん聖峰学院に行ったって言うじゃない。もうせいやったら最近冷たいんだから。子供の頃は何でも母さんに教えてくれる素直な子だったのに。そういえばせいや、さっちゃんなんだか女の子っぽくなったわよね。昔はせいやとバスケットボールばっかりしてて、見た目も男の子みたいだったの。あなたたちいつも暗くなるまで一緒に遊んでたわよ。さっちゃんがバスケットボール持って、せいやの後をついて回って。さっちゃんも一人っ子だったから、きっとせいやのことお兄ちゃんだと思ってたのね。そんなこと言わないの。あなたが一つ先輩なんだから、さっちゃんが困ってることあったらいろいろ教えてあげなさい。ちゃんと歯を磨いてから寝るのよ。はい、じゃあおやすみなさい。体に気をつけてね。おはよう、はつぎ。今日は早いね。私は朝練があるから毎日このくらいには登校してるわ。お次は今朝は何かあるの？今なら厚木も飛び込みやればいいのに。そうかな、厚木は素質あると思うんだけどね。それじゃ私は朝練あるからこれで。ありがとう。厚木くん、厚木くんこそいつもより早いけどどうしたの？昨日珍しく遅刻してたからその反動かな。こんな時間じゃあ私生徒会室に行ってくるね。でも本当にいいの？うん、ありがとう。厚木くん、いや、今日の昼飯はどうするんだ？そっか、じゃあ俺は幸と学食で飯食ってくるわ。そうですけど。千歳先輩なら用事があるってもう帰っちゃいましたよ。いいえ、何も言ってませんでした。